はじめまして、よろしくお願いします。皆さんこんにちはと。それからですね、すごいパブリックビューイングがあるそうなんで、もう一枚用意しててですね、世界中にいるパブリックビューイングの皆さんこんにちはということですね。で、しばらくの間私に付き合っていただきたいんですけれども、なんでそもそも私がこの場に立っているのか。で、物事には必ず因果関係があってですね、原因があります。原因はですね、第4部のセッションに出てくる石黒先生です。で、石黒先生がですね、突然1ヶ月ほど前に私にですね、浜ちゃんと一緒に TEDx シーズ出ようぜって言ってきたんですね。これは私にとってはですね、回答ははいしかないんです。なぜかというと、この人は人間国宝ですらアンドロイドにする人ですよ。もう僕アンドロイドにされたら絶対困るから、はいはいはい、行きます行きますと。で、TEDx を承認したというか出ることにした。実はポートランドで今年やってるんで2回目なんで、めんどくさいなと思ってたんですけど、で、さてはいと言ったんですけれども、何を喋ったらいいやろうと思ったわけですね。で、あることを思い出したんです。お、そういえばと。で、実はそこにもう一人いるんですけれども、高須賀徹氏で僕の親友なんですけれども、石黒先生がですね、ちょっと来いやと、俺の ATR、 またですね、ここ断れないですよね、アンドロイドされたら嫌やから。で、 ATR に行ってですね、いろんな研究テーマを一通り見せてくれたんですね。見てくれやと。で、その中ですごく面白いのが1個目にあって、それ何かというとですね、協調学習ってやつでですね、子どもたちがいて、そこにアンドロイド入れておくんです。まあ、ロボットですね、遠隔操作してるんですね、人間が。で、子どもが入って、何これってつついたら、はいって言ってちゃんと反応するんですよ。で、子どもが何か勉強してる時に褒めてくれたり、インタラクトしてくれると。で、これをやると子どもの学習能力が、習熟度がすごく上がるという研究結果をビデオで見せてくれたんですね。これ面白いなと、おもろいなと。先生じゃなくてロボットを入れると子どもの成績が上がると。で、そう聞くとですね、いつも僕なんか変なこと考えたくなるんで、こういうことを言ったんですね。もうちょっと成績上げようと思ったら、壊れたアンドロイド入れといてどうですかと。アンドロイドってすごいいつも綺麗で完璧じゃないですか。手もげてて足粉になってるやつ入れておくんですね。で、子供入った時に、うわ壊れとるわこいつって言って会話させるんですよ。いてててててって。で、子供に便器、じゃあつけてとかで手つけて、ありがとうって。これやると多分子供とアンドロイドの間の距離感縮まりますよね。そもそもインタラクションがあるから成績が上がってるわけで、そういう行為を一番最初にさせたら多分もうちょっと効果があるやろ。さらにもうちょっと考えて、それを逆にして 5,6 体置いといて、子供は一人にすると。これ結構大変なんですけど、ちゃんとこうなんか戦場のようにちゃんとこう野戦病院のように直して、そこから個性があってロボットがちょっと頑張るやつとか寝てるやつとか、それに子供が教えると。これ人に教えるとすごい勉強になりますよね。これやるともっと成績上がるんちゃいますかという話をしたんですね。そしたら石黒先生が、なんでそんなこと思いつくねんあんたと。で、僕が答えよう思ったら、高須賀氏はですね、職業病なんですと。こんなことばっかりこいつ考えてるんですと。まあ、こういう回答があったんですね。で、これを見て、あ、まあ今日これ喋ろうかと、せっかくやから。それ何かというと、一応調べるとですね、 TEDx シーズのシーズっていうのは何かというと、未来の種、それを皆さんの前で披露して未来を見せると、まあ、やってみようかと。ただですね、ちょっと問題があります。小さな問題が。何かというとですね、私はですね、ビジネス人なんで後ろに隠れてるんです。いつも手裏剣飛ばしてるんですけれども、絶対表に出ないんです。だからここになんかすごいかっこいいバイク持ってきたり、アンドロイド持ってきたりとか、今やってることを語るのは忍者として不可能なんですね。これは小さな問題ですね。後ろで手裏剣飛ばす人なんで、じゃあどうするかと。こうなったらですね、手裏剣飛ばしてる考え方ですね、これを皆さんに披露しようかなと。今日こういうトークにしようと思います。どうやって考えるか。で、一個だけです、喋るのはこれだけです。もっとも重要なこと喋ります。で、次のスライドでも今日のプレゼンは終わりなんですけれども、何かというと Think wrong です。間違って考えろということです。いいですか。間違って考えるんですね。間違えと、あえて。
で普通普通正しく考えるんじゃないのと、正しく考えないと答え出ないんちゃうのと思いますよね。そうじゃないと。であくまでシンクロムと言い張ってるんですけれども、なぜかというと我々はいつも正しく考えると、正しく考えようと、こういうふうにモチベーションがあるわけですね。これも多分理由があると思いますね。一つは例えば生き残るため、太古の世界から正しい判断をしないと死んじゃうわけで、もしくは教育がありますよね。教えると学校で間違えとは絶対言わないですよね。正しさを教えますよね。もしくはもっと効果的に効率的にやっていこうと思うと正しく運営しないといけない。で正しく考えるということに関しては多分山ほど理由があると思うんです。山ほど理由がある。でだから実は24時間、まあ、寝てる時間は本当は入らないんですけれども、24時間正しく考え続けているという毎日なんですね我々は。で正しく考えるとですね、非常に面白いことが起きます。正しく考えようと思うと先入観というのが出てきます。先入観、バイアスが、これ人間の脳っていうのはキャパシティが決まってますよね。で処理していこうと思うと一番簡単な先入観はタグ付けです。例えばここにペットボトルがありますよね。先ほどあのブランドを剥がせと言われたんですけれども、で今ビジュアル情報があってこういろんなものを僕見てますね。皆さんの顔を見てる。でも選択的に皆さんの目を見てますね。これ何かというと全部タグ付けしてるの頭が。あれはペットボトル、あれはノート、あれはテッドの、まあ、あの木でできたネーミング、これタグ付けしてなかったら何が起きるかというと、何やこの茶色いやつはと、俺襲ってくるんちゃうかと思うわけですよね。これをしなくていいのはタグ付けですね。でこれ簡単な例なんですけれども、実際もっといろんなコンセプトを考えたり事業をしたり新しい方法を考えているときには、例えば新聞に載っている情報だとか、その業界の特徴だとか、その商品がどんなふうに売れているかとかですね、いろんな情報が目の前に入ってきて、それを効率的に処理しようと思うと絶対に何かタグ付けしたり先入観を用いて分回さないといけないわけですね。だから実はですね、先入観は悪い悪いって言ってる人もいるんですけれども、先入観は割といい面があります。これがあるから人間は脳みそで効率的に素早く処理できると。5000個の情報が入ってもいいフレームワークがあったらとりあえず処理できると。ただ問題は何かというと、悪い面もあって、例えばこの部屋で僕が閉じ込められてですね、窓を割って逃げようと思うときに、この物体しかなかったときに、これがペットボトルでお茶入って飲むもんやと思ってたら道具として使えないですよね。これ先入観すればこれ握って投げて叩き割って逃げるというのが可能ですよね。ある時はやはり先入観を潰さないといけない。だから時々ですね、我々は間違って、あえて間違って考えなければいけない、こういうことですね。で、僕の仕事は一般的にイノベーションと呼ばれてるんですけれども、サクッとイノベーションの定義がありまして、僕の場合はシフトですね。とにかく何か変化を起こすと。でシフトというのはある方向性、面白い方向性で、矢印なんで量がありますね。ドーンって大きなもんじゃやっぱりダメだし、受け入れられないし、あんまりちっちゃいと小さすぎるし、適度な範囲で変化を起こすと。で、その3つの要点があるんですけれども、1つ目はですね、見たことないと。見たことないと絶対イノベーションじゃないです。ポケットから入って出してそれ知ってるわって言われたらイノベーションじゃないですよね。2番目が実行可能である。そのペットボトルで月まで行きましょう、うお聞いたことないわ、でも実行不可能ですと、これイノベーションじゃないですね。で3番目が面白いのが、実は議論を生むと。みんなが賛成って言ったらイノベーションじゃないし、みんなが反対って言ってもイノベーションじゃなくて、なんか大好きやっていう人と大嫌いやっていう人間が戦うと、こういう状態が起きるとイノベーションだという僕の定義があります。で間違って考えると、この赤字で書いてあるところですね、ここに影響を及ぼします。間違ってるからそんな見たことないわと思うし、間違ってるから議論を読むと、こういう構造になってます。これ何を意味しているかというと、間違って考えることを効率的にできればイノベーションを起こす確率が高まるということです。さて間違って考えるんですけれども、どうやって考えんねんと、どうやって間違うねんと。でちょっとですね、実験をしてみましょう。テッドでインタラクティブにやるってやらないんで、すぐチャレンジしたいんで今から実験します、皆さんと。いいですか。でどんな実験かというとですね、この次のスクリーンで1から
99まで、この数字ですね、これ1番目なんですけど、実はこの場所です。次のスクリーンに行ったら絶対この位置ありますから、この画面中にですね、1から99まで数字が散りばめられています。いいですか。でルールはですね、この1をまず見て、次2を探してください。3、4、5、6いきます。いいですか。絶対飛ばしたらダメです。順番にとにかくトラックして探すと。で時間は30秒。いいですか。30秒で「はい」って言いますから、その言ったところで何番目まで読めてるか、まずこのパフォーマンスを測ってみましょう。テッド初やと思うんですけど、でいきますね。チートしちゃダメですよ。これ見てくださいね。 目動いてませんよね。ここですよ。用意スタート。今の数字を覚えてください。いいですか。今の数字を覚えてくださいね。何番目か覚えてくださいね。で実はですね、こういう仕組みになってるんですよ。4つの証言に分けてあって、実は最初の位置はここで、2番目がこの右で、3番目はこの下じゃなくて、次こっちで Z 型です。で次こっちです。でまた Z 型 ZZZ ですね。この証言に必ず順番に入っていると。いいですか。この状態でこのルールを覚えてて、もう一回テストしましょうか。いいですか。位置はあそこにありますね。必ず Z 型です。用意ドン。さて、2回目の方が成績が悪かった人手を挙げてください。いないですね。1回目で20超えた人、20読めた人、なかなか少ないと思います。いないですね。2回目で20超えた人出てきましたね。結構これすごい単純なゲームなんですね。これ何があのメッセージかというと、こういうことです。直感だけではいかんと。ある程度の仕組みを知ってて、直感と組み合わせるとパフォーマンスが上がると、こういうことですね。でだから間違って考えるためにも、なんか適当に間違って考えるんじゃなくて、ある程度の何か仕組みを入れて間違っていくと、こういう仕組みを入れるというのが、まあ、目的ですね。で、簡単なステップがあります。提唱している、皆さん今日覚えて帰っていただきたいのは、で1つ目、あ、311ですね。で何かというと、最初はですね、3つでいいから良いと思うアイデアを考えろ。2番目、それを見ながら1つ何か絵を描いてみる。絵を描いてみるっていうのはダイアグラムですね。それはその3つの背後に隠れてるのは何なんやろうかと。でその背後に隠れてそうなあのバイアスモデルを描いてみて、最後に壊してみると、無理やりと。これだけです。でこれの実は実例をちょっとお見せしますね。イメージが湧くように。ケース1です。で実際なんですけれども、これ ある車会社の話です。で車会社があってですね、ご多分に漏れず EV やりたいと。いいですか。でもなかなか面白いの作られへんから、ちょっとひねりを入れたいと。ひねりの入れ方としてですね、地域とくっつけようと。京都にくっつけた EV、 これがあったらどうなんねんと。で京都ってこうなってますよね。ここからアイデアの始まりです。でも考えてみるわけですよ。 EV どんな EV かなって、地産地消で西陣織張った EV とかね、それとか旧所名跡の前に EV ステーションがある EV とか考えてみるわけです。そうするとですね、なんとなく自分で京都やからっていうことで 2,3 人乗りの車考えてるんですね。おお、と。まあ、当たり前ですよね。サイズで見てみると、ちっちゃいからでっかいと。でちっちゃいのは何かというと人で、まあ、自動車じゃないですけれども、一番大きな電車ぐらいやと。真ん中がカムリやと。でセグウェイがあって、バスがあって、
で、おお、この2人乗りはこの辺かと。で、もう一つ、狭い路地やから多分このサイズにしたんやと書くとですね、モビリティがある、人間は最もモビリティ高いと、床下でも入れると、電車はモビリティ低いと。で、だからこんな点でちっちゃい車を考えてるんやと。京都ではカミルより小さい電気自動車じゃないといけないと。これ線引けますよね。大きいと動きが鈍いと、小さいとちょこまかすると。これ目で見えてますよね。もしこれが先入観だったらどうしましょう。毎日みんな考えてる先入観だとしたら、賢く考え続けた結果出てきた先入観だったら、無理やり壊しましょうか。違う線です。これ明らかに見て違う線ですよね。で、今から僕が5人乗りとか100人乗りのアイデアを出すと、それはずるいわなっていうことになるんで、2、3人乗りでいきますね。2、3人乗りでグイ投げていくと、この交絡点何かというとですね、ちっちゃいくせにモビリティ低い。この瞬間頭で変やなと思いますよね。なんでやねんと、小さいからちょこまかすのちゃうかと。ここがイノベーションの始まりですね。これ対抗しないといけない、自分も騙されるから。仮にですね、京都の中でこのちっちゃい車は西王子しか走られへんと、西王子も走行車線だけで右側行ったら危ないからあかんと。でキュキュッて曲がって路地入ろうかと思ったら路地も入られへんと。で彼女と2人乗りで蛇行はできるけれども、止まったりできるけれどもここだけですと。でもうちょっと拡張して路の字型で走らせる、これでも、まあ、かなりモビリティ低いですよね。でも固定されてるから、例えば各交差点に EV ステーションを置くと、例えば清水寺とか丸山公園とかで、まあ、降りれると。おお、なかなかおもろいやんと。もうちょっと押してみましょうか。京都で大停電が起きたと。これ固定されてますよね。 EV って電池ですよね。で各 EV ステーションにつながってますよね、夜中多分ね、 2,3 台は。 LED つけといたら、おお、明かりになると。京都中真っ暗でもそこに歩いていけるやんと。息つくと、パネルバーン開けると、下からワイヤーが200本出てくると、何やこのワイヤーと。携帯電話につながると。で、地震が起きて電池がなくなっていって困りますよね、携帯ね、どんどん通話して何が起きてんねんやって。で基地局動いてるんですよ。困るのはバッテリーでしょ。こうなったらこの EV をバッテリーに使って、京都市民が 各拠点200人ずつバッテリーなくなるまで作れる仕組み、これすごい面白いですよね。これなんでできたかというと、こうやっただけです。当たり前と思ってるアイデアを背後から探って、ちょっと間違ったアイデアを作って、間違ってると思いながら無理やり押していったと。これ2つ会社があって、バイアスライン乗ってる会社 A 社と、バイアス壊したアイデアを持っている B 社が戦った時にですね、絶対 B 社勝ちますよね。こういうやり方なんですね。で、アイデアは楽しんだらいいと。で、全部持っとくと。でもバイアスを考えて潰しなさいと。これだけです。3-1-1です。で、ところでですね、日本人はこれを間違って考えれるかどうかですね。で、これ昔やったエクササイズなんですけれども、世界の人間を分類しようというエクササイズです。で、いろんな見方があるんですけれども、とりあえず今日はですね、目の前にある物体に対して人間がどう反応するかと、こういうやり方しましょうか。いいですか。で、一つ目がですね、違った物体が目の前にあったらどうするか。このリモコンとお茶入れ A、B、 はいどうぞ選んでくださいって言ったら、多分なんとなく西洋人だったらこっちって選んで理由はこう、こっちって選んで理由はこうって、すごい決定論的に決めますよね。ところが日本人に渡すと、いや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 と、八百万の神信じてるし、これ取ったらリモコンの神様怒ってくるしなみたいな、こう思いますよね。これ実はね、2つタイプあるんですよね。で、もう一つはですね、同じものがいっぱいあった時に、うわーいっぱいある方が素敵やっていうのとですね、いや私は枯山水と、これでね分類しちゃうんですね。アメリカ人こうですよね、バンバン決めていっぱいある方がいいと。ハンバーガーでかいのがいいし、アベンジャーズ映画してますよね、すごいやついっぱい出てきますよね。で、日本人全く逆ですね、悩む、両方欲しいけれども時々気が狂って枯れ山水。中国人悩んでるけどもっとくれと。で、イギリス人はバンバン決めるけど時々質素倹約みたいな。で、お互い横同士は理解できますね。うちの会社でも中国人とアメリカ人がいっぱいに関して議論してるときは幸せですけれども、意思決定するときは待て待て待てと中国人が怒ると、まあ、こういう感じになってますね。お互い対局は理解できないと、全くもう分かんないと。アメリカ人から見たら分かんないから、とりあえずまあ寿司食うかみたいな、まあ、これはまあ分類なんですけれども、ここで面白いのはですね、日本人がいるこの一角っていうのは、実はさっきの3-1-1の考え方にね、近いんですよね。これ何かというと、
アイデアが2、3個あった時にどれが一番いいか選んだりとかですね、アイデアの数をもう100個でも200個でも増やそうという発想はないですね。いやどれもええと思うねんと、どれもええと思うねん、これすごい重要ですね、 A&B。 でもそれやってるとどんどん増えてって背後の構造が見えないんだけれども、ある時ですね、ちょっと単純化してみようと、後ろから押してあげると単純化できるんですね、キュキュッと。これ実は日本人であることをドライブするとものすごい効果的だということです。間違った発想をシステマティックに使えるということです。作れるということですね。ここに相性がいいと。だから、もう一個加えると Think Japanese ですね。我々日本人なんで日本人らしく考えたら十分やと、いいと。でもう一個あるんですね、もうすぐ終わりますけれども、これ実はさっきのチャートあるじゃないですか。これね、もう一個仕組みがあるんです。実は本当はこうなってたんです。大ルールと小ルールがあって、大ルールは Z 型なんですけれども、小ルールは ABC の順番なんです。1は左の A ゾーン、2は右の B ゾーン、3は C ゾーン、4は A ゾーン、この順番に並んでるんです。これね、今やりませんけど、これテストやったら何が起きるか分かります？面白いですよ。実はですね、先ほど直感と構造を混ぜるとよかったですよね。もっと構造的に今みたいに2つのルールを入れたり3つのルールを入れるとパフォーマンス落ちるんです。これ A 塩梅で適当がええっていうことですわ。で、僕がいつも言ってるストラクチャードケイオスというチャートなんですけれども、あんまり構造的にやりすぎてもあかんし、あんまり直感も良くないと。だからストラクチャードケイオスに考えましょうと、こういうことですね。だからストラクチャードケイオスに考えて、日本人のいいところですね、悩む、両方欲しい、全部欲しい、でも時々シンプルにしてみるというのを使いながら間違って考えましょうというのが今日の結論です。ありがとうございます。